はい、どうも、ムカコさんです。はい、今回はですね、自分の部屋にね、机が欲しいということで、でかい机を買ったので紹介したいと思います。こちらにね、見える通りね、かなりね、でかいんですよ。これがでかいんですね。私よりもでかいですからね、これでね、段ボールがね、こう、穴開いてるっていうね、穴開いてるんですよ。これはね、ガワ急便でね、届けてくれたんで、そういうことなんでしょうね。というわけでね、これ重いですからね、そこは穴開けてね、取っ手をつけることによって、かなり持ちやすくなると思うんで、多分そういうことで、穴開けたんかなと私は思います。で、今回これをね、設置していく上で、こちらになります。ちょっと汚いんですけども、ごちゃごちゃっとしてるんですけども、こんな感じでね、このね、出窓のところに私はね、モニターを3枚ね、置いてるので、そこをね、有効活用しながら手前に、デスクを置いて、基本的にはね、デスクには、モニターなどを置かず、キーボード類とかね、ちょっとしたものを置いてね、すっきりした、デスク周りをね、目指していければいいと思ってるんですけども、現状こんな感じですね。なんでかっていうと、もともとはこの辺にもう一個あったんですよ、こういう机が。以前使ってたのがですね、サンサプライさんのね、ガラス天板のね、テーブルだったんですけども、そちらね、非常にね、ガラス天板ということで、汚れる、これが汚れるんですよ。というわけでね、今回は、普通のね、白いね、机を買いました。実はね、これ買うのね、2個目なんですけども、私はね、ここね、実家なんですけども、実家じゃなくてね、アパートの方にもこれ使ってるんですよ、実はね。かなり良くて、使い勝手いいですよ。普通の机ですけどね、何かとね、使いやすいんですよ。とりあえずね、こちらの方ね、出してみて、内容の方を見ていきたいと思います。箱から出してみると、こんな感じですね。天板に、骨組みがね、ちょっとくっついてて、内容品としては、足4本と、足を止めるための金具と、ボルトと、ワッシャーがね、中に、ボルトにね、入ってるんですけども、そのボルトが、4本、そして、六角レンチが、ついてます。でね、本当にね、組み立て方はね、簡単で、足をね、ただただ4本ね、こうやってね、つけるだけなんですよ。こういった感じで簡単にね、つけられます。はい、というわけでね、早速つけていきましょう。この部品を、使います。これの部品をこちらに、はめていただいて、で、あとはこれでこうすると、こうして、そしたら、ボルトで止めます。で、仮締めとしてね、手で締まるぐらいで最初はいいでしょう。でね、あとの4本もね、同じようにやっていきたいと思います。足締めっていうことで、ちょっとね、固めに、締めていきたいと思います。よし、あと4つやれば OK ですね。はい、というわけでね、全部締め終わりました。じゃあね、これ起こしていきたいと思います。せーの。はい、というわけでね、無事完成しました。じゃあね、こちらの机をこっちの方にね、移したいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで、完成しました。まだね、ケーブル類とかね、全然繋いでないんですけども、大体ね、こんな感じになりますよということで、どうでしょうかね、いい感じじゃないでしょうか。はい、ちょうどね、出窓とのね、幅もちょうど良くて、使いやすいと思います。でね、テーブルの大きさなんですけども、簡単に見ていただくと、奥行きですかね、奥行きは70センチですね。で、横幅160となっております。なのでね、非常にね、でかくてね、PC をね、下に置いても、あんまね、邪魔にならないというか、かなりね、広く使えると思います。で、こちらね、値段の方なんですが、Amazon で、
12,800円でした。リンクの方は概要欄の方に貼っておきましたので、よかったら、こちらの PC デスク、買ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回ね、まあね結構ね、まあざっくりとしたね内容なんですけども、まあ簡単に説明してみました。今回は、サンサプライズさんのね、でかい PC デスクの紹介でした。またね、いつ動画出るかわかんないですけども、まあよかったら、グッドボタンなり、チャンネル登録なりしていただけると嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバイ。